います。いよいよ、今夜、ディスカバリンク、冠番組がね、今夜からですか。始まるということでね、それも楽しみですけど、まずはこれで楽しんでください。ガールズパンチ、毎週水曜日は、リンクの今夜もあなたにリンクリック。松村くるみちゃん、シーラホコちゃん、よろしく。ガールズパンチメンズデイ、今夜もあなたにリンクリック。皆さんこんばんは、リンクの松村くるみとシーラフーコです。この番組今夜もあなたにリンクリックでは、私たちが普段の活動だけでなくプライベートな話も交えながら、あなたのハートにクリックしていきます。ということで早速メッセージが来たので、はい、メッセージを読みたいと思います。はじめまして、いつも楽しくラジオを聞かせてもらってます。いきなりですが2人に質問です。最近自分の中で頑張ってるってことありますか、教えてください。というこの K さんという方から、 K さん、はい、ありがとうございます。いただきました。なんかありますか、頑張ってること。頑張っていること、うん、私はですね、企画で、うん、マルコさんの下着をですねつけて綺麗になろうという企画をやっていて、はい、で下着をつけるだけじゃなくて、うん、マッサージもお風呂でしたりとかしなきゃいけないんですよ。だからそれを今すごい頑張ってます。それはもう頑張ってますね。いや、めっちゃガチで頑張ってますよ。頑張ってますね。結果を出すためにも女子力上げてます。はい、女子なんで笑わないよ。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、聞いてる人は女子って思ってんじゃん。恋が女子だからまあ女子ですよね。女子ですよ。あ、私が頑張ってることは、うん、なんで聞いてくれないんですか。いや、喋るかなと思っていかに自販機とかでジュースを我慢して水を飲むかっていうの、うん、それ頑張ってるの。ちょ、いや、 やっぱダイエットっていうあれもあるけど、ダイエットね、私は喉をちょっと壊しやすいんで、あ、枯れやすいのね。そうそうそう、水がいいって聞いたんで、うん、水を飲んでますね。絶対水飲んでください。じゃあそれもちょっと今お茶飲んでますからね、ラジオの最中。うん、買っていただいて、まあこんな二人のラジオですけど、どうぞ最後まで聞いてくださいね。今夜もあなたにリンクリック。今週のコーナーはフーコの声真似できるかな。練習すれば声真似が特技の私、シーラフーコが練習しなくても真似できるかにチャレンジしたいと思います。さあ、やってきましたね。今回はちょっとね、やりやすくしていただいたので。そうなんですよ。なんかスタッフさんがですね、はい、なんかやりやすくしていただいたらしく、はいはい、お題が、それ言いました私。お題がちょっと変わりますね。そうです。まあでもそんな別変わらないですよ、うん、誰々の何々みたいな、うん、そう、私がやりやすくなっただけなんです、うん、そうですそうです、はい、まあ毎度のこと、箱の中に有名人やキャラクターを描いた紙が 4,5、うん、枚入っております、はい、で引いたものの声真似を一発でフーコダにやってもらいます、うん、はい、いけるかな。判定は私、くるみがいたします、うん、はい、では早速ガシャガシャガシャ。今回はちょっとセリフをちょっとね入れていただいてるので、つまり声のクオリティが高くなきゃいけないということですので。そんな誰も言ってないですもん。よろしく頼みますね。誰も言ってないですもん、そんなこと。ん、あ、それではまず一つ目、アナゴさんで、いやいや、フグタくん、サザエさんですね。はい、OK です。わかります、わかります。じゃあ行きますよ、はい、3、2、1、いやいや、フグタくん。おー、なんか絶賛してください、私を。もっと褒めて。なんだろうな、うまくもなく、下手でもない。そこうまくなかった？なんか中間的なやつだから、すごい反応しづらかったんだけど。結構うまくいけたと思ったの。まあ、だから三角だな。ええー。まあでもこんな感じですね、つまり。でも多分今私がヒントをあげたんよ。なんか、言ってしまった。うん、いよいよ、フグタくんで、なんか、うちが真似してしまったもん。あ、じゃあどうぞどうぞ、声真似くるみさんの。ダメですよ。もうヒントはあげません。はい、では次です。うん、何笑ってるんですか。山田花子で、うん、カモン。わかんないけど、OK です。3、2、1、カモン。正直、うん、スタッフさんは今違うって言いました。いや、わかんない。正直、私も知らん。いや、私もわかんない。すいません、ちょっとこれは。知らん。これちょっと二人と私の。え、どんなんだよ。ガモーンだって。ガモーン。あ、そうなんや。あ、今の感じですか。今のそうなんや。あ、よかったよかった。バツー。今の合ってるっすよ。2回目合ってるって。それは言ったからだよ。ごめんなさい。じゃあ、いい。まあ、バツと三角ですね。これ私のなんかバラエティの問題みたいになってます。そうですよ。あなたは、勉強していかなきゃいけないんです。はい。じゃあ次、うん。ローラで、うん、わかんない。OK です。いいですか？ 3、2、1。うん、わかんない。あー、今手を付け加えたんで、まあ、もし見えてれば、
ちょっと三角なんですけど、このラジオなんでですね、うん、声なんです。声真似なんですよ、うん、シーラさん。はい、ブッブー。結局ダメなんかい。伸ばして伸ばしてダメなんかい。だって二人のフーコの声。次行きましょう、次行きましょう。私はもっとできるやつがあるはず。うん、わかんない。うん、わかんない。ちょっとこれ聞いてる人気持ち悪いと思ってるでしょ。二人の顔真似が続いてるだけですからね。これは声真似でございますので、はい、コーナーでございますので、はい、ぜひ皆さん変えないでください。それでは次いきます。あ、うん、カビラジエイ、カビラジエイでいいんです。あ、わかりますよ。花丸さんがよくやるです。でいきますよ。ね、3、2、1。いいんです。あー。なんだろうな、フーコすごい全部微妙なんだよな。なんで、なんで、向こうで拍手していただいたんですよ、私は。ガラス越しで。いいんです。くるみさんだって名前ちょっとうんって言いながら言う時点で絶対分かってないでしょ。すごい漢字、めっちゃ漢字だなと思って。いや漢字ですよそれは。人のくるみさんもあるでしょ、ちゃんと松村っていう漢字が。まあ分かってるけど、まあじゃあ仕方ない、これは丸にしてあげよう。あと一個いけるかな。もういけるぜ。じゃあ最後だな、そのままのノリでいっちゃおう。ドキンちゃんで食パンマン様。はい、3、2、1。食パンマン様。あー、ふうこ様だな、今のは。ふうこ様でもないでしょ。まあ、微妙なんで、三角ということで、丸が一個、三角が二つ、バツが二つ。ということで、ダメですね。ブッブー。やだやだ、ブッブーじゃない。まあ、今回もですね、じゃあ最後に何か。なんか私が中途半端な女みたいになってる。やってもらいましょうかね。うん、罰ゲームですか。まあでも、ふうこちゃん、大事なのがあるでしょ、はい、言っちゃって。ここでですね、ちょっとお知らせみたいになっちゃうんですけど、うん、ちょっと、うん、実は私たちリンク6枚目のシングル、ハレパレードを4月29日にリリースいたします。はい、ハレハレパレードですね、はい、リンク焦らないでね、モノマネができなかったから。違います。今回はリンク特命プロデューサーシリーズ第2弾ということで、うん、まあ、第1弾はもふくちゃんさんだったんですけど、うん、なんと今回はあのナオトインティライミさんが楽曲プロデュースしていただきました。そうなんですよ、これすごいことですよ。そうです、このハレハレパレードはですね、うん、ライブでもみんなで楽しめる曲になっているので、はい、皆さんぜひ曲中のガヤに注目して聴いてみてください。それでは聴いてください、リンクでハレハレパレード。今夜のあなたにリンクリック。さて、お送りしてきました。今夜もあなたにリンクリック。もうお別れの時間が近づいてきました。ということで、ちょっとここでお知らせ行かせていただきたいと思います。私たちリンクはですね、4月18日土曜日に、ゼップ福岡にて、リンクフォースアニバーサリー、ウェルカムトゥーザリンクワールドを開催いたします、はい、時間は夕方4時開場、夕方5時開演ということで、はい、全席スタンディングなんですよ、実は。おで、まだチケットとかもね、ありますのでね。皆さんぜひお越しください。待ってます。チケットはですね、はい、LINQ リンクで調べていただけたらいろいろできますので、はい、いろいろできますので、いろいろね、はい、できますので、ぜひたくさんの方に来ていただきたいと思います、はい、このラジオでもね、うん、ちょっとゼップが終わったらですね、感想とかいろいろお待ちしてますので、お願いします。番組にメッセージをよろしくお願いします、はい、番組のメッセージはですね、メールアドレスはリンクアットマーク rkbr.jp linq アットマーク rkbr.jp によろしくお願いします。今夜もあなたにリンクリック。お相手はリンクの松村くるみとシーラフーコでした。この後はハイタッチでお楽しみください。また来週、バイバーイ。